白鸚の講演会の人がだからやっぱりこう傍若無人な振る舞いをして、隣に白鸚がいながら白鸚がね、なんでそれをこう止めないのかっていう、すごいそういう問題が起きたんだって。で俺のところ連絡かかってきて、みんなの見る前でお金持ちの人が自分よりもちょっとやっぱりこう慕ってったらおかしいけど、そういう人にこうわーって言って殴ったりとか蹴ったりとかして、でそれを見てて、もうやめてくださいよとか言って、いうことを言わないでそのまま見ててっていう、そういうのをこう公になったと、よくねえなと思ったりすることを見てても言えない、言えない立場のスポーツ選手っていうのは多々いるわけですよ。それはどういうことかって、お金もらってるから、その傍若無人に振る舞う人に対してね、